えぐい突っ込みだなもももももうう無理あ。ーもう交換しうさんっあす名小田決めていいっすよ、はい、あじゃあ、えー、どうしようかな。チーム名んー 本何になんか,任せるかな何しようかな何かえ何それとか絶対言わないあ当ですか何その名前とか言わないよ全然言わないじゃチーム名パパって呼んでいいですか<え>チーム名がねどこ,どこまでがどこ,どこまで今,今のちょっと待ってどれがチーム名っど,どっからどこまであパパ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 がチーム、はい 呼んでいいですかまでですあっ呼んでいいですかまではいああいいんじゃないですかどういうあいや個人的に釈迦さんのことパパって呼びたいなと思っててちょっとチーム名に反映できたらいいかなっていう感じですチーム名はいいんじゃないですかチーム名大丈夫ですかチーム名はまあ俺は今任せちゃったんよもうそうですね完全に一人こちらがしてるので パパって呼んでいいですかであっちにで決定ということでもう文句言えないですからね <laughs> まあ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 。ちなみに河川さんは何かこう仮に何かあるとしたら呼びたい不満はありますかあ俺は不満ですか <laughs> はいいや不満はないですけど不満はないけど、ま、疑問はあるうまいやもうえなんでパパ え、なんでパパ呼びたいのかなっていういやなんかさっきの試合とか見ててもなんかこうなんだろう背中がすごい大きい感じ河川さんのこと守るみたいなちょっとああいいなと思ってなんかもうその名前にしたいなとしか出てこなかったですねチーム名ああ どうですか河川さんは受けてえー、えー、まあよ好きに呼べばいいまあまあ実際まあ最近まあ最近もにさっきの試合とか、はい、めっちゃパパっぽくなかったっすか、まあ、まあ実際パパ実際にもパパだしええ、ね、これはね適当なこと言ってるんですよえ,え

大きいって視聴者数えっ違うそんなんそういうあいやいやいや背中が大きいってことですよあ違う違う違うああそういう有名な人だったらみんなパパああ違う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 え俺がパパじゃないってことやっぱ俺より多いやっぱ関さん釈迦さん はいはい、はい、いやー、ね、おだのもの本所出ちゃったな。よ <laughs> <laughs> にぴったり、急にぴったり。キューニキャッカンシュジャーそういうおしかはい、さん、ノブと面識があったえ、ノブ面識あるの？おしこは、おしこはサラさん。 ああありますへ<ー> 2> あ、あのー、2回えいや違うえっとその最強決定戦のあとに高野祭ってのがあってシャッフルマッチで、えー、<laughs> ウルカさんと一緒に三人で <laughs> っていうのとあと普通に なんかの大会生と出てこないですけどそうですねそれも、はい、ウルカさんと星川さらではい、はい、やりましたねなんか<ー>人脈広いイメージある俺織田信、まあ、VTuber みんな知り合いみたいなあそうなんイメージあるかなえとかいやいやそんなえママ いやいや違う違う違う。えうぬかうぬかママって書いてる。えここでつなげここでつながってくるの？あじゃそこは繋がらないんだ違。違う違う違うあ違う。あ違うんか。これで<ー>これで星川のことをママって言ってたらマジでキモイな。二 <laughs> <ー>回シャッフルで当たってる。<laughs> <laughs> おでなんだろう星川なんか突つまつみたいなの。

そうでございます大丈夫いやほんとなんかもう全然そんな暑さじゃないのにと思ってで呼ぶあれましたおおそれ言っていいのじゃ呼んあっなんかあの配信的にはそううんうん言ってもいいはずおお。配信的にあの今ーがてないよね今急に今の配信じゃない今の配信じゃない今の配信したくてあのその 星川のそのト凸待ちの配信的に行ってもいいって話です。ああ、ああ、ああ、今、今じゃ、ね今、今、の反応の仕方めっちゃ怪しかったって。ああ、なんか。違う、違う。やばい、今、言って、言っていいことにした感が。違う、違う、やばいってください。あったら、今の。違う。ああ、でも、なんか、そう、仲良くしてくださってる方が。意外と。 います。愛されキャラなのかな。ええ<ー>。愛されキャラなのかな。<laughs> <laughs> なんか。んか愛されキャラ感ありますけど。ええー。それは嬉しいですけど。なんか。なんだろう。うーん。あ、ちょっと、何も出てこないっすわ。かなえさんとも仲いい。かなえ君。かなえママ。あ、そうでもないんだ。いや。 その四年およそ四年前ぐらい。四年前。そ砂川。V チューバーとしてワイピョンが権限して、うん、でその後金井くんが<幻>権限。権限。権限。<laughs> 権限 <laughs> このように急に権限したんだ。<laughs> で金井くんがその後あのー、その天から舞い降りてきたんですけど、ね。その <laughs> えそうお前気軽にそんな。<laughs> あ、そう、あ、かなえて。あ、そうだったの天から降りてきたんだ。かなえて、天から降りてきてる。あの、マジ。ホームペー見たら、わかります。え、本当?。はい、天から、ま、降りてきた。ベチュバです。天井人よ。え、マジかよ。で。そこから。もう、本当に、初めの方から。結構。うん。めっちゃ、でも、すごい遊んでるとか、そんな感じじゃないんですけど。ああ。 まあなんかちょこちょこその関わり結構あったりして今も久々にやったらねウェイみたいなそうですねそうそうそう意外とんかパパとかママとか言ってたけど VTuber 界ではかなりそれこそねあの紀キさんブローみたいなねそっち系なんやいやすごいのやめっちゃ嬉しいですけどなんかうーんかでもちなみに VTuber さんの中ではいはい まあ一番関わりが深いというか、一番仲いい、一番仲いいかまあずっと付き合いが長いみたいな人は誰なんですかちなみに？え付き合いが長い人、気合いが長い人か、これ広く浅くだ。あのいるはいるんですけど、なんかあなんかそう名前出せない。 出してもいいのかなっていう感じなんで。ああ、ああ、え。また、あ、もそもそもみんな知らないと思うし。あ、そういう。はい。っていう人はいますけど。でも。ーーどういやー、みん。知られてる人。いやー、でも、そんな出てこないですね。でも、あまあり、まあ金井君は結構、その、代表格。ではあります。<表>本当に、<表>本当に前から。ええ、なんすごい。してくださってるんで。 までもなんかね、ちょっと仲のいい VTuber 紹介してよみたいな感じで言われてもちょっといやごめんなさいってなっちゃう。れそれはそんななんかそんな大学生みたいなノリは、配信者界隈にめったにないけど知、ね、ら <laughs> んやろいたことない俺言われたこともないこのなんかその辺さんからちなみに僕は人間ですって来たけどン。あそうなんだ。 人間じゃないのに。天から降りてきたけど人間なんだ。なんか難しい表記あったのかな表記表記表記あのそ記ホームページです、ホームページ。あ公式のそう聖書聖書扱いだよな。その書いてあるのはバイブル。確かに。バイブルに忠実に今お話してる。ホームページがバイブル。なるほどな。はいはい。 そう人間人間です織田信の,のそのなんかないのそういうバイブル的なあ確かにキス劇になるあバイブル,イブルいきなりだってちょっと聞いた話だったいきなり権限して <laughs> あのえっと一般人が v チューバーになろうと思って、はい、あのまあそのあれこれしてたら、はあ、その v チューバーになる直前に画面からうん その織田信長みたいな姿の人が出てきて <laughs> でバーってその人に乗り移って、うん、ワイプになったって感じです。<laughs> みたたたいなな人でです、うん、えそれで言っっららさあそ <laughs> それ今ののは乗り移った側のわけでしょそうそうだから に乗り移ってるんでその一般人に今乗り移ってる状態に <laughs> 一般人の人の人格はしようともないじゃない言葉ないと思うでも記憶はその一般人の中にもあのー、入ってるんであーまあたまにその共鳴するというかこう想像のがワイピョンもあるあるでワイピョンもワイピョンがどうか表表に抜けた時にその人がうわさっき乗り移られた気持ち悪いみたいな感じになってるって感じですね あ正気になる瞬間があるんだありますありますあ,あたまに出てくるんだそ,のしその瞬間はじゃあノブは逆に記憶なくなるみたいないやワイピョンはどっか誰か他にいないかなーって言って探してる感じですねどういうことどういうことあの誰にでも憑依いできるんですよワイピョンううえじゃあどこでどこ,どこで配信してるのそれううこ,これ今れの一般人の一般人のところに憑依してて基、うん、本的に配信する時はその一般人です ほかには配信しただけは帰るんだそうそうそうなんでちょっとややこしいんですけど v t u ー e r って結構そういう設定がいろいろあったりするんで設定あえっとそういうキャラクターの人たちがいっぱいいるという感じですかどんどんマイルドになってきたな何かだんだん何でもよくなってきてる